さあ、トムさん。ありがとうございます。やってきました、ブライトン&ホーブ。ブライトンですね。街中、中心ですよね、ここ。今、中心街だね。はい。ビーチがすぐそこにあって。はい。なんか、なかなか陽気な、夜の街はファンキーな感じで。はい。うん、そうです。まあ、私は結構好きな。ちゃんとストリートで色分けされてました、ね。はい。はい。で今日は、ブライトン vs. イプスイッチ。いやー。三笘先生。はい。時間をくれるかな見たいですね。三笘先生の華麗なプレーをゴール見たいですね。このイングランドで、はいはい、でここからねバスかな30分ぐらいなんで、はい、だから行きますか。行ってきます。 Let's go。 さあちょっとスタジアム行く前に、はい、スタグルその1、はい、クロートゴミの海のこの超ローカルパブで最もイングリッシュなビールをくれって言ったらこれをくれました。どうですか。パーマーズエール、うん、ハーマーズエール。そう、まずい。まずぬるい。ぬるい。そして炭酸がほぼない。ああ、素晴らしいですね。苦いだけ。素晴らしいです。古き良き。はい。最もじゃあトラディショナルです。そう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 。多分もう500年前からこうやって作ってますみたいな。はい。さあ来ました、トモさん。来ました。AMEX Stadium。今めちゃくちゃショートカットしてきましたね。ここね。これを森の中に抜けてきました。おじさんがショートカットだって。ローカルおじさん。ローカルおじさんが結構ショートカットだよね。だいぶショートカットです。多分10分ぐらい。多分そう10分ぐらい。10分ぐらいショートカットですよ。Hey, man, I think that was a great shortcut. Thank you. 快晴だね。超天気いいっすね。結構暑いぐらいだもん。はい。20度。Brighton Ipswich。さあ今日も。はい。やることいっぱいなんで。やることいっぱいですね。ちょっとグッズ買わないといけない。1時間半、すぎません。今1時半、キックオフまで1時間半。やば。やってみましょう。行きましょう、行きましょう。トムさん、今日もポテト食いますか。嫌です。もう嫌です。みんなポテト食ってますよ。もう嫌だ、もうさっきから。エブリデイポテト。でかいんだ、またこれが。ポテト料理としてはまずくはないんだけどね。まずくない。ポテト料理としては超一流ですよ。でも、4日連続ポテトはもうダメだ。いやもうエブリデイポテト、ダメだよ。うちらの米がやつらのポテトだ。無理だよ、もうノーポテトだよ。いや、いい感じだね。あ、なんかいる。ラガー売ってますよ。ラガー。ラガーもう、列がすごいね。すごいの、大好きじゃん。そりゃラガーですもん。ラガー大好きだな。何行列じゃない。ちょっとここでインタビューは早くできそうだ。やばい。You're from Belgium? Yes. You support Union? Union Saint-Germain. Konnichiwa, maybe. Thomas did well at Union, right? Yeah, it was great. He's a lovely dribbling player. But now at Brighton, it's even better. Yeah, he starts more, he gets more fame. He deserves it. So yeah. He's a lovely player. 2-0, I guess. Yeah. 2-0. So, yeah. Welbeck and Mitoma, hopefully. Yeah. Yeah, that's what we said, too. Yeah. What do you reckon the score prediction today? I reckon 3-1. 3-1? Yeah. We'll go 1-0 down, but then we'll come back and go 3-0, 3-1. Two from Welbeck and one from Pedro. Yeah, now what's your aim for the rest of the season? Top six and get back into Europe. Yeah. European nights were fun. Yeah? So, yeah. Especially Marseille. Carl, you're a local? Yes. And you're going for Brighton, obviously? Technically, yes. Technically? Yeah. I'm a Chelsea fan. Oh, and, yeah, Brighton are the local team as well. So, yeah. Unfortunately, I can't change allegiances. I've got a huge tattoo on the side of my leg. Extra trousers today. Yeah, nice one. Today, I reckon 3-0. 3-0. To Brighton. You're going to get Danny Welbeck's going to get one. Yeah. Pedro's going to get one. He might get the second. He might get two. So, okay, one question as your Chelsea fan. Yeah. Tell me what you think about Todd Bowling and Kiel Akevo. In or out? Okay, yeah, out. Definitely out. So one of them needs to stay, one of them needs to go. Yeah. Begnali's doing a little bit more on the purchasing side of things and doing the right buys for the younger players and doing a little bit more investment correctly. Yeah. I think that's probably the best way for us to go. What will Chelsea finish this season? obviously, I'm optimistic. I'm hopefully for top six. They moved miraculously kept on to last year. We've got a good manager, we've got a good system. Yeah, it seems strong. It does, you say that, but look how we played against Palace. Alright, cheers, man. Thanks so much. Thank you very much. Have a good day, guys. Cheers. Thank you.
バーガーバーガー見てください、バーガーチーズバーガ ー、バーガーあれ、ポテトない、ノーポテトノーポテト素晴らしい強制ポテトなし素晴らしい値段7ポンドあれ1400円いやいや、でも高いですよまあ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 、まあ、危なかった、今危なかった、あ、そうチキンチキンチョリゾパイおー、6ポンド6ポンド、1200円この間、あのチキンテンダーウェンブリー10ポンドだったから、2000円だから2000、やばだから、それより良心的です。さあ、スタグルの時間です。スタグルのお時間です。後ろのおじさんにおすすめを聞きました。そうレコメンドしました。レコメンドで、あの人もステーキ&エールパイ好きじゃないって言ってた、はいはい、あ、なるほど。だから今回チキンパイ、チキンパイ、ブライトン、ブライトンの、これ食えるんですか。もう食えるでしょ。かわいい、かわいい。そしてダブルチーズバーガー、うえい、ぐちゃ、なんか写真ではビッグマックに入れたけど、うぐちゃぐちゃだぜ。実際全然ですよさあ、じゃあどっち行きます。僕じゃあパイを。はい、そうだね。はい、じゃあ行きます。バクッと、まあ、いいねいいね、クイップリいいね、うん、チキン&チョリゾ、うまい。あ、そう、来た来た。おお、うまいですか。うまい、めっちゃ味がしっかりついてる。おお、でこれあれですね、6ポンドだったかな、1200円、ウェンブリーより安い。全然もう倍ぐらい違う。あ、そう、全然違うんだ、別物ぐらい。まずちゃんとあったかい、うん、あとトマトの味がしっかりしてる。おお、すごい美味しい。あれ結構あれ、もしかしてパイの基準が下がってるかもしれないですけど、あ、はいはい、うまいっす。うまい、今日のパイうまい。昨日のディナーといい、ブライト飯うまいか。ブライト飯うまいっす。うまい、これマジで。俺の今朝のパン屋もね、びっくりするぐらいうまかった。めちゃくちゃうまい10点満点中7点8点。おお、いいね、8点。7.5、これ高評価、高評価、ちゃんとうまい。私も一口、はい、行かせていただきます。僕の評価がどうだったのか。でかい一口だ、うん、どうすか。うまい、ちゃんとうまいですよね。あの生地がうまい。そうそうそう、もう生地が硬くないっていう、パリパリ、なんか手作り感ある、はい。なんかすごいな、スタグルとしてもすごいレベル高いと思う。すごいレベル高いです。なんか普通に考えると、うん、だって1万個とか作ってるわけじゃん、まあ、何千個とか。そうそう、にしては相当うまい、ちゃんとしてる。1200円悪くないかも。いや、全然払う価値あります。そうだね、7.8点あたり、7.5 だね。7.5 ですよね、これは。うまい、うまい、素晴らしい。続いて、続いてダブルチーズバーガーいっちゃってください。バーガーいっちゃっていいですか。まあ、これはもうちょっと見た目が、なんか肉が、見た目があれですけど、なんか焦げてるやつと、なんか生のやつと、なんか煮込んだやつ、それとピクルスだチーズバーガー頼んだけど、チーズはチーズほぼ彩りだけですね。お願いします。キムタクもちろん、はい、どうですか。 7.5 点。おいしい、うまい、おいしいの、おいしいの。それこれ炭火焼きかも。炭火焼き、想像より上いった。本当ですか、今の見た目から。そう、素晴らしい。想像の上はいった、確実に。あれ、ブライトンのスタグル全部うまいかも、もしかして。いや、ちょっとブライトンがうまい、うまい街な気がしてる。いや、後ろのおじさんもめっちゃ頬張ってるいきますね。うん、いや、そう、来るよね、なんか風味、肉の風味、なんだろう、なんかわかんないですけど、ふわっと来るんですよ。うまい、見た目よりはうまいよね。想像を超えてくうまみ。なんでそうね、これ、うん、うまい、うまい、なんでしょう、
予想以上にうまい。うん。何点でしょうか。これ7点ですね。まあそんぐらいだよね。はい。うん、これ後半取っていくよね。ウェンブリー 4.5 としたらこれ7点はいくよ、ね。はい。まあ2倍近いですね。そうだ。トモさん、ブライトン飯総評お願いします。食べよう。食べよう。ぜひ食べよう。サーメックスでオジキストに会いました。こんにちは。こんにちは。見てくれてますか。はい、見てます。いや、なんか似てる方いるなと思って。追っかけてきました。本人でした。はい、本人でした。だから日本人多いっすね。めちゃめちゃ多いっすね。うん。で、なんかでもさっきあのパブ行ったんですけど、はい、日本ユニフォームもっと歓迎されるかなと思ったら、ちょっと にらまれてました、私。いや、なんか青いからブライトンかなと思ったんですけど、よく見たら、はい、日本代表。はい。今日の予想スコア。3-0、三笘2点。いいっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。カバーキャルーおー近いめっちゃ近い。あ、本当だ、すごめっちゃ近い。やっぱこれぞフットボールスタジアムだ。これがこれはもうすごいな。めっちゃ近いよ。やっぱちょうどいいよね、このサイズ。これこれ3万人か。これこれこれでいいんだよね。これだ。これよ。正解はこれでした。スタジアムの正解これです。いや、このね、これでいいんだよ。やっぱスモールタウンはこんぐらいがちょうどいいよ。これがいっぱいにならないじゃん。いや、でもいいわ。一階建て。そこだよ。3メーター、3メーター。これあの乱入したくなる気持ちちょっとわからなくもないな。これ。確かに。乱入してください。行きます。あ、いや、そっか、こっちが三笘サイドだ。三笘コーナー。ここですか。まあ、こっちじゃん。やば。俺らどこ座ってるかわかんないけど。最高。上から見る。そうなんだね。しかも遠いしね。はい。40-50メートルだもん。これがいいですね。やっぱこうピッチが上がってますからね。うん。こう下がってますね。そこいますよ。ダンクが。でけえ。でかいね。お、三笘先生。エンシード見ますね。三笘先生いますね。つか先発見てないんだよね、まだ。先発三笘先生ですね。あ、言ってる？はい。ピンクが先発なのかな。ダニーがいるよ、ダニーが。ダンクでかいな。ダンク肩幅半端ないね。ダンクに目がいっちゃうな。ダンク顔ちっちゃい。あ、確かにスタイルめっちゃいいね。ダンク確かに8頭身ぐらいだ。じゃあトモさん、はい、ベッティングトークショーいいですか。ベッティングトークショー今回もスポーツベッターアイオ様にスポンサーいただいたんで、いつもお世話になってます。ありがとうございます。さあ今日は、まあ、今日賭け金また500ドル。今日何賭ければいいですか。まあゴールスコアラー、ゴールスコアラー、あと トータルゴール行ってみる。トータルゴール、トータルゴール、試合で試合全部で何点入るか。そう、両方含めて何点入るかで 2.5 以上か 2.5 以下。なるほど。それじゃあゴールスコアラー、ゴールスコアラー、まずはやっぱり三笘先生にはかけないといけないと思う。そうだね、もう義務だと思う。そうっす。あと私はウェルベックさんにかけたい。いいね。ダニーに。ダニー、ダニーに先発してんの。ダニー先発し、あ、オッケーオッケー。僕はダニーに200、はい、三笘先生200、オッケー。トータルスコアラー20なんで 2.5 以下です。以下 2.5 以下に
100。どうだこれ、どうだ。いや、まさかゴール好きの男が以下に行くとは。あ、やっぱ上にしようかな。いや、これね、これね、大事なのが、もし 2-0 になった時、得点するなするなになっちゃうから。やだやだやだ。そうそう、そう、それ嫌なんだよ。俺そういうの以前やって失敗したから。やっぱ楽しまないといけないから。 1.5 以上で、以上、行きましょう。100ドル行きましょう。行きましょう。以上、ベッティングトークショーです。イップスイッチ盛り上がってんね。めっちゃ熱いっす。トマさんには2人か。トマさん前半10分、はい、15分ずっとブライトンペースですね。そうだね、ずっと持ってるね。もう持ってるんですけど、まあ、攻撃の1ヶ月がない。そうだね、インテ頑張って、三笘も 2,3 タッチぐらいかな。あ、インテと三笘で崩そうとしてるんですけど、ちょっとやっぱ最後固められてますから。メガネとかアブラホッチがいます。視察してんの？どこ見てるんでしょうね、あれ。全然ピッチも。さあ、前半15分、コーナーです。お、ショート？わーお、何も起こらない。全然ゴールの匂いがしないんですよね。もしかしてトモさんが使用製造機か。可能性あります。あるよ。私使用製造してます。最近僕が見る試合大体使用なんです。使用製造機ですか。ゴールを愛してるけど、ゴールからは愛されてないかもしれない。僕がそういうことなのかもわかんない。一方的に片思いかもしれない。ゴールにシュートもないわ。1、2本あったかぐらい。シュートもないですからね。全く。勝ち点1取りに来てますよ、アウェイで。オプスイッチは俺からですかわいそうだよ。
だいぶ結構歌うんだけど、いや、いろんなバリエーション出すんですけど2小節で終わるんですよ。そうなんですよ。誰も乗ってこない。ウルトラスも3小節4小節頑張ればいいのに諦めちゃう。そうなの。しょうがない。だって周りがなんか座ってるんで。そうなの。ノリが悪いの。恐ろしいですね。そう、俺もちょっとノリがまだ分かんない。でも僕は正直これ嫌いじゃない。はい、00です。はい、ベッティング特賞。そうですね、ちょっと私の嫌な予感がすごく当たってます。私2点以下を言ったと思うんですけど、これが落ちてる。はい、こうなる予想してたんです、私は。伊藤先生もちょっと疲れてるっぽい。頑張って20。ほら、もうアブラモビッチさんも、アブラモビッチさん今日ずっとコーナーフラグ見てましたから。まあ後半はね、伊藤さんも日陰で。そうですね、こっちサポーター向けに応援してるので、はい、早めの交代がないように期待したいですね。やっと盛り上がってきたぞ。あ、元気になってきた。元気になってきたぞ。2.75倍、ベッティング投票お願いします。さあ、入る。これで今日チャラになる。ダニー。あー、雰囲気。楽しいでしょうね、これ。ハマってますからね、今。数十名頑張ってます。もう12人ぐらいです。2桁。頑張ってはいる。周りが乗ってこない。一番が壁叩いて頑張ってます。おじちゃん、あのおじちゃんだけですね、今頑張ってるの。お、持ってきたの。お、持ってきたの。ラストチャンス。できやったね。ここで三笘、ボクさん。ため息が漏れます、ため息が。さあ、フルタイム00終わりました。イプスヒキファンはまあもう、まあ、ほぼ勝利ですね。そうだね。まあ、あのやっぱブライトンファン上品だね。ちゃんと拍手して選手を叩いてますね。いやー、三笘さん65% ですか。そうだね、まあ、前回だったら抜き切ってるようなやつ抜き切れなかった、ね、
そうですね。だからちょっと抜けてもファイナルパスもなんかそんな精度の良いもんじゃなくて、うん、はい、あと基本的にパスミス多かったっすね。パスミス多かったね。5回はあったやな、なんか、うん、さあ、はい、ベッティングトークショーも全滅と。そうですね。とも冴えてました。僕冴えてます。僕イギリス来てベッティングトークショー3位に冴えてるんですよ。確かに。じゃあもうお任せします。いやいや、荷が重いです。さあ 0-0、はい、まあ、ブライトンちょっとあのブライトンサポーターは印象的ですね、私にとっては。そうですね、すごくお上品。お上品。あと全然席を立たない。そう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 。汚い野獣を言わない。俺叫びに来たんですよ。でも僕はすごく居心地が良かった。そうだね、そっち派です。居心地いい。一時ちょっと上がったけどね。はい。でもちょっとだけです。5分ぐらい。あと2小節以上歌わない。そうなんです、ね。居心地いい。でウルトラズが歌うんですけど、はい、周りは乗ってこない。なんて言ってウルトラス12人ぐらいで歌ってましたから。そうだね。あと体積が早い。いや、あれが平均かもね。なるほど。だってウェンブリーもっと早かったじゃん。ウェンブリー早かったですね。うん、帰りましょう。帰りましょう。次はグッズ買って帰りましょう。そうだ、グッズ買いに行こう。はい、皆さんまたの日を。なんか不完全燃焼。次のスタジアムで、はい、お会いしましょう。ということで、眠っちゃう、ビバンチャナツヤ。ありがとうございました。不完全燃焼。